いらっしゃいませ、川西カバンの川西です。ちょっとツイッターとかそういったところで炎上をしとることがあって、 SNS で、でちょっとそれを聞いて、これ俺らも気をつけなあかんなとか、関係しとるなって思うことがあったから、うん、ちょっと緊急で動画回してます。これ緊急で動画回してますって言いたかったよな。うちが、うん、炎上しとるっていうか、社長がツイッターとかを見て、うん、炎上しとるところ気になって、うん、うちにもちょっと関係するんじゃないんかっていうんで、急遽動画を回したってこと。そう、ようやくしてくれたね。何にも説明がなく回してって言われるんで、もう全然 何が何ですかって感じだったんで、わかりました。わかりました、わかりました、はい、それでちょっと始めていきたいと思うんやけど、セリーヌっていうブランド知った？セリーヌ知ってます。何のやつ？カバン。あ、そうなんや、これあんま知らんないけど、はい、セリーヌってまあまあ有名なカバンやと思うんやけど、ある百貨店かな、うん、百貨店にある方が、うん、この方ね、名前出してんかな、多分まあ有名な方なんですけど、百貨店にセリーヌのバッグ買いに行ったんやって、はい、でそこに置いてあった欲しかったバイクの、バイクじゃバッグの、うん、落ち着いてください一旦。飲みます？なんか飲みます？それちょっと飲もうか、うん、いやもうあれ、なんかいろんなことあるなと思って、これ気をつけなあかんなと思って、うんうん、まあ一旦ねクールダウンしてください。まあ在庫の調子がまあ悪いよと、悪かったから、その外商担当の方経由で、まあ、別のところに、別のところの路面店で買うことができたから、百貨店に持ってきてもらって、で購入したんやって。はい、でこれで帰って帰宅して金具開けたらやっぱり調子が悪いと。で、その百貨店の方に問い合わせたら、はい、その向こうから持ってきたもんやから、その向こうの方に言ってくれんかと、はい、言われて、で向こうの方に言ったら、向こうの方と LINE でやり取りしたんで、はい、で LINE でやり取りしたら、まあ、交換は不可能やと言われて、はいはい、でそれなんでやねみたいな感じで SNS に上がってちょっと揉めとるって感じ。修理はできるけど、はい、優勝の修理になるって。お金がかかりますよっていう。そう、買って使ってないのに。そう、それはなんかかわいそうですね。そうなんよな。あ、これがこの動画映さん方がいいんですよね。うん、これ見てこうパッてやったらあかんのよ。あー、ほんとや。それはダメでしょう。これ、はい、判断できへんなと思って。何が？パッと見てこれだって、はい、金具、まあ、悪いって言われました、はい、で多分、はい、百貨店側っていうかお店側は、はい、すいません動画送ってもらえませんかっていうふうに言われて動画送ってもらいました、はい、でこれ見た時に、はい、俺やったら普通に、はい、何が悪いか全然わからんなってなるんよな、うん、何が悪いか全然わからんなってなるから、まあ、なんせでもその取り外しがしにくいんやろなってなって、うん、これ現物みたいなって思うと思った。そうですね、そう、うちやったら一旦置いといて、うん、一般的な気持ちを言うと、うん、これちょっと実際現物見てみたいなってなると思うよな。そうですね、 なるやんか。何がどうなってそうなっとんやろって、まあ、気になりますよね。自分のところの商品だったらね。そう、うん、でそれで実際着てみましたってなった時に、うん、これもうすごくぶっちゃけた話をすると、はい、金具の締まりが悪い問題で、うん、1個目もちょっと同じ現象が起こっとるかはどうかこの文章では分からんかったんやけど、うん、同じ現象が起こってましたってなった場合、これ完全にバック側の問題や。そうですね、その作りの方が問題って感じや。この商品不良ですよって言って、次この人らは、はい、セリーヌ側に言わないかになるわけやんか。本店というかね、作ってくれるところっていうかね。そう、はい、でそれに対してそれはそれで受け入れたお客様も他にもいらっしゃるかもしれんとかっていう、はい、この一個の不良に対して、はい、いろんな付随する問題が発生すると思うよね、うんうん、やからもうこれこのまま問題なしで行ってほしいなっていう気持ちもあったんちゃうかなって思う、ね、あ、そっか。普通ってうちは作って売って販売して全部売って販売してでしょか全部一貫してできるから、
そんなね、あれですけど、そっか、普通のところって作るところ販売するところと、まあ、別なんですね。そう、それどころか多分作るところ、うん、そのブランディングとかするところ、うん、広告とかするところ、はい、でしかもここどっか送るところみたいな感じで、一つのものがお客様に届くまでに多分いろんなセクションがあって、うん、そこを全部通過して届いとるわけな、うん、市役所みたいですね、なんかそうやな、市役所みたいな、はいはい、でその状況で店頭の人ができる判断って、うん、めちゃくちゃ少ないと思う。そうですね、販売をする時の金額とかだったらまだね、なんかお釣りが少なかったんですけどとかだったら対応できるかもしれないけど、あ、そうその対応とかのミスね、そうですね、お釣りを間違えたとか、うんうん、あとなんか違う商品を渡してしまったとか、うん、やったら全然対応できると思うけど、商品が悪かったの対応って、うん、多分ね、どこのお店も大変やと思う。え、だけんさ、うん、なんていうん、言うだけ、百貨店な百貨店百貨店か、百貨店とかってさ、うん、高級ブランドとかさ、そういうところばっかり扱うんじゃないですか。そういうトラブルが少ないよね。そうあ、でもそれもあるかもね。そういったお客様の手に届いた時にトラブルがないように、うん、皮とかも結構、うん、なんていうやろう、皮本来の味を出すというよりも綺麗に美しく仕上がっとる商品の方が多いイメージあるよね。そうですね。そうやね。だけど返品になった時に、うん、大変やからそういう風なことをしたんかもしれんね、うん、そう考えたら。これは今回のセリーヌさんは、うん、ツイッターで炎上した、あ、ツイッター X か、X かなとかやと思う。 SNS って結構バズったんですか。結構バズってるみたい。この方自体もすごい有名な方みたいで、うん、これに対してのコメントはどういうことなんですか。どういうコメントが多いとかは見てないんですか。はい、いやそれありえんやろみたいな感じのコメントが多いと思う。間にあった外商担当の方が悪いんじゃないみたいな、はいはいはい、とかもいろいろあるみたいなんですけど、うん、はい、まあ、ここのやり取りは、まあ、こういう事象ってあって、うん、多分世の中にいっぱいあると思う、はい、けどそれがなぜかそういう風な今回みたいな結果になる理由って、うん、多分なんやけど、そのセクション分けが大きすぎて、ここからここまでの風通しが多分悪いからそうなってしまうんちゃうかなって思うよな、うん、でそれもうここからここまでの風通しが良かったとしても、良かったとしてじゃなくて、さらにそう返してしまうことによって、はい、まあ、取引の何らかのリスクがあったりとか、その、まあ、言うたら面倒くさいことやんか、うん、これ面倒くさい発想もあるし、なんか何かみたいな感じで、まあね、だけそういう風なところでトラブルになったんやろうなって感じ、うん、でそう考えたら、うん、もう最大の東市場はお客様やね、はい、そうですよ ね。いやー、うちだったらもう新品と交換ですよね。もう申し訳ないですって言って、うち、いや、そうやな、だって持って帰ったその日とかでしょ、言われたり持って帰ったその日、いやもう絶対交換です、新しいのと。申し訳ないな、うん、けどやっぱそれができるのは、はい、俺らは作っとるやん、はい、で、どないとでもできるし、うん、けどやっぱりそういう風なことができないしがらみとか、大企業だからこそこういう風になってしまうみたいなところがあるんやろなーって思って、うん、返品とかできないんですかね。いやいや、だけそれをじゃあ返品しますよっていう風に、うんうん、返品します、返金しますよって言って、うんうん、俺らは言えるやんか。言えます。だって俺らの裁量の中でやっとるから、はい、けど大企業になったら、はい、そこまで一スタッフが責任持てんかったり、店舗が責任持てんかったりするんかもなと思うよ。え、ぶっちゃけだけ、うん、これって、はい、返品って書いて、これうちだったらもうええわ、あんまりうちと比較してどうのこうのって言いたく言いたくはないんやけど、はい、うちだったらこれお届けしました、お客様から連絡ありました、うん、ちょっと商品に対してちょっと思ってたのと違う、うん、ってなったらもう速攻返品 OK にしてって言っとるやんか、はい、その場合もうすぐ、返品 OK にしてくださいって言ったんやけど、うん、けど例えばここのとこが不良やと思いますっていうふうなことを言われて帰ってきた商品が、はい、いやここ正直不良じゃないんやけどなって思う部分もぶっちゃけあったりするやん、はい、一部でありますね。あるやんな、うん、
に対してもしかしたらよ、はい、もしかしたら、はい、この金具に関してはもしかしたらよ一応何でも言うけど、うん、これはこういうもんなんやでって、うん、店舗側は思ったのかもしれないよね。え、あかんのにそんなあかんバッグ売る私も笑いながら言うかもしれないこのあかんのにってな、どの立場で喋りたいんですか、交換し社長は。交換したったらいいやんって思ってしまうよね。うん、そうそうそう。そうそうそう。でもそれに対してできんのやろうなっていう気持ちもなんとなくわかる、うん。え、在庫絶対あるでしょ。いや、在庫はあるだろうけど、はい、だって同じ商品、じゃ、俺はちょっと勝手に仮定したのが、同じ商品を、はい、が同じところで止まって、トラブルが発生したんだと思う。これ今ちょっとね。何ですか。ちょっとした自慢なんやけど、はい、調べてくれるチームがおる。あ、これを、うん、はい、なんかこれについて調べてくださいって言ったら、はい、まあ、調べてくれる人おるんやけど、はい、その人によると今回のお買い物は、うん、セリーヌ店舗ではなく表参道セリーヌから、うん、に持ってきていただいたものです。外商サロンに持ってくる際に事前にスタッフと外商担当は確認してくれるのと思っていたので、うん、信頼しきっとって、うん、金具のところの確認してなかったって。ああ、なるほどね、はい、確かに問題、それそう確認もせずに購入した私にも問題があると思う。これはちょっとあんまり納得いかんの。お客さん悪ないやん。悪くないです私もそう思う。いや、でもそう言いたいお客さんの気持ちは分からんでもないです。私はそう言ったお客さんの気持ち、うん、そうやって言ってしまうお客さんの気持ちは分からんでもない。いやいや、お客さん全然悪くない。だっていや、分かってるんです。でも、うん、この方はそう言いたいんです。確認せんかった自分も悪いってこと。そう、めっちゃええ人やなめっちゃええ人やそう、あ、でも最近もそう、分かる分かる分かります。問い合わせメールでも、いや、はい、こっちのあれが悪いかもしれないんですけど、だから、うん、この間の北海道の時の背負うの方おったやん、はい、引き手が取れとったやん、ファスナー、はい、100% 打ち悪いやん、はい、で、いや、これちょっと僕の使い方が悪かったかもしれないんですけどって言って渡してくれて、うん、僕そこ謝った、すいません、すぐ対応しますんで、うん、って言ってそこ送ってもらったやんか、うん、だけなあ、これからもそういう対応はうちはするようにしていこう、うんしてますよ。さすがにね、アウトレット製品を修理してくださいとか保証つけてくださいっていうことに関してはちょっと申し訳ないんですが、ちゃんと正規のものを買っていただいたお客様に、うん、ね、なんか一日で壊れましたとか言われた時はもうね、すいませんやな、うん、あの在庫がある時は交換しますし、ない時はもうちょっと一旦入院っていう形を取らせていただきますし。あー、ちょっとごめん、また新たな情報が入ってきましたトリフオンっていうバッグらしいよ。サイズと金具違いでもう一個持ってないけど、こっちは問題なく開け閉めできましたって書いてある。これあれやな、多分、うん、かぶせと金具の調整やな、うんうん、調整というか位置が微妙にずれとんやろうな。ちょっとずれとるだけで開け閉めしにくいってあれや、うんうん、あります、あります。特にあの手のバッグって、うん、そういうところ問題出やすいと思うけん。そうですね、あのズレは結構ね、うん、あの響いてきますよね、確かに。だってマグネットでさえズレ取ったらちょっと違和感がある。違和感ある、違和感ある。こんなやつなんてね、絶対むちゃくちゃ違和感あると思います。うん、これ系のバッグってこことここに金具つくやん、こういう感じで。はいはい、これ、はい、ちょっとこっちずれるだけで微妙になるけんね。あ、そうそうそう。で、ちょっとこっちずれても微妙になるやん、当然やけど。うんうん、これ逆に、うん、ちょっとこっち、ちょっとこっちも微妙になるんや。うん、なりますね。まあでもな、50万するけんな。あ、微対値じゃないとだ、あ、でも50万だとしょうがないね。しょうがないな、うん。うち結構説明しますよ、あのお客様に対して。どうしてこうなったんですかとかってやっぱ聞かれる方とかには、うん、結構丁寧に説明はするので。あ、そうね、はい、それでもやっぱご納得いただけない場合も中にはもう本当にごくたまにあるぐらいで、うん、まあ、ほとんどね、あの、あ、そうなんですね、で、そうね、いつも対応ありがとうございます。で、はい、ご迷惑かたいらっしゃって、ご迷惑かけた方ね、はい、いらっしゃったら、あの、すいませんでした。本当にこれはもうどうしても、付きまとうもんというか、うん、その
どうしても人の手で作っとるもんやからトラブルがあって当然なわけで、そうですね、そうそうそう、で 100% トラブルあるで、100個商品作ったら、うん、もう申し訳ないけど 1% の不良、うん、1000個作っても何個作ってもいっぱい作るには 1% の不良はどうしても出てしまう、うん、俺らも気をつけて気をつけて気をつけて発送しとるけどどうしても出てしまうやんか、うん、でそこに関しては、うん、まあ、そういったこともあるよねっていう風な寛容な心この方も取ってくれたと思うよな、うんうん、あこれはまあちょっとあかんかったでだけにごめん交換してっていう風な感じで、うん、これ当然の権利やと思 う, そ, うです、ね、でそこに対して俺らもちゃんと真摯に向き合っていくっていうことをしていかなあかんなと思って、うん、やっぱそれだけのねお値段っていうか責の値段のね高さは責任の高さでもあると思うので、そうそうやな、はい、そうやな、ええこと言うな、はい、たまにはたまにはというか金額の高さ、はい、責任の高さか、そうですね、そうやな、まあそれちょっと考えてやっていきましょう、はい、すいませんね急にあの動画回してもらって、はい、何の説明もなく、そうですよ、もうびっくりしますよ、はい、すいませんでした、はい、これからもうちゃんとしたものづくり一個一個やっていきますんで、はい、あ、っていうかね、うん、最近こういうニュースめっちゃ多いよ、この間は思い出してディオール、あ、ディオール。ディオールあって、多分すぐ直近で言ったらバーバリーか、うん、バーバリーはちょっとまあ調子悪かったみたいな感じで、うん、で今回まあこういった炎上ニュースがあってみたいな感じで、ちょっとニュース動画に対してどう思うかみたいなのを、はい、ちょっとやってみたいなと思ったんで、これから。あ、コメンテーターですか。いや、コメンテーターなわけじゃないけどなんていうの、中途半端なポジションから中途半端なことを言うっていう好きなこと言うみたいな感じですか。ちょっとずれるだけでこういう風に開け閉めしにくくなるっていうことは多分知らんと思うよな。金具の不調って言われてるけど、うん、俺の予想ではよ、予想ではよ、うん、予想なこれ、はい、金具じゃなくて多分取り付け方やと思う、ね、ずれっていうことですか。そう、うん、位置ですねっていうか位置やと思う、ここが近すぎて、はい、その他のサイズでは開け閉めしやすいけどこのサイズは微妙にしにくい。いやでもたまに分かんないってあるんですよ、金具はほんまに悪いやつ。そう、マグネットとかでも相性が悪いやつ、オスメス相性悪いやつがあるんですよ。まあ、お客様は悪くない、もうこれは、うちの見解な、うん、うん、そうやな、まあ、そういう風な感じでやっていこうかと思いますんで、急遽動画撮ってみました、いかがでしたでしょうか、はい、皆さんのご意見とかね、こうなんかもう言うてもらう場やから、うん、思うことあったら書いてもらえたらなと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。それでは本日もご来店ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。バイバイ。